今日の関東地方も気温は上がらず冷たい雨となりそうです。川田さん、今日も関東地方、はい、朝から肌寒い体感続いてますね。そうなんですね。こう気温の低い状況となっていまして、はい、また朝から雨が降っていますので、はい、一層肌寒く感じますね、うん、はい。現在のまず雨の状況いかがでしょうか。はい、こちら皆様からのリポートで見ていきたいと思います。8時30分現在の皆様からのリポート見ていきますと、関東周辺全域で雨となっていますね。特にこの時間は内陸部を中心にさあもしくはザーザーということで雨がしっかりと降っている、そういったリポートも届いています。レーダーの画像を重ねてみましても、このようにまとまった雨雲が現在内陸部を中心にかかっているような状況です。でこの後も関東地方は雨の降りやすい天気となります。この後の雨の予想を見ていきます。朝10時から見ていきますと、この後午前中の時間帯も雨は降ったり止んだり、そしてお昼前後以降ですね、こちらは雨が一層ですねしっかりと降ってきそうなんですね。まあ、一時的には雷を伴って強く降る可能性があります。そしてまた気温もですね、はい、こちら低い状況になっているんですね。現在の気温の状況を見ていきますと、こちらは8時20分現在の気温です。この時間東京は 19.1 度となっていますね。でこの後日中の気温見ていきますと22度の予想となっています。昨日と比べますと幾分気温が上がりますけれども、今日の日中の最高気温は10月中旬並みということになります。そしてこちら宇都宮も見ていきますと、こちらもですね日中の最高気温は22度の予想となっています。こちらも10月上旬並みということですね。まあ、1ヶ月以上先の気温ということになります。そして日差しもなく雨ということになりますので、かなり肌寒く感じられそうですね。はい、わかりました。今日も外出の際は傘を忘れずに、そして服装での調節もしっかりと行いましょう。